敗北。親方様。何？おぼろ丸目が、やはり早すぎたか。我が日の元の夜明けは、まだ遠い。みかん！つまり、閻魔人軍で一番強い人との、あ！来たぞ、流れが変わった。そこまでだ、おぼろ丸。お頭様、ハヤテ、まさかお前と試合うことになろうとはな。何がお前を、いや、言うまい。忍びの世、忍びの掟に逆らう者の末路は忍び。差し違えてでもお前を葬る。お頭との一対一、ハヤテ。風魔手裏剣はどうだ？かなりレアな貴重なアイテムだぞ。330！ 倒した。風魔手裏剣で倒してしまった。ぐっ！生かすのは！なに？まさかの自爆！差し違えてでもってこういうことか。そして誰もいなくなった。そうして新山剣は永遠にその姿を消し去った。え、てか技本当に打とうとしてる？あー死んだ、骨になった。ああ、下手くそだな。よし、俺がレクチャーしてやろう。闇込みに攻撃したってダメっすわ。敵の攻撃範囲をよく見てやってみな。管理局、入港記録、ホギト・エルゴスム、種別、輸送船、到着予定日 X 月 X 日、軍より依頼された貨物を輸送中に通信不能、乗員の消息不明。キューブが地球の土を踏むことはついになかった。お前の行く先にはおそらく最強への道が開かれていよう。この実戦最強の武道、骨法に勝つことができればな。日本最古の武道の歴史に敗北の二文字はない。 OK カモンボーイ、マックスボンバー一番。モーガン一番。高原マサル二番。実力ならジャップなんかに負けるはずないね。相撲とラフのテクニックで叩き潰してやるね。ごっつんです。みーがリアルサイドロープね。ふふん。はるばる日本からご苦労だね。残念だけど、僕には指一本触れられないよ。ふふん。僕の美しい顔に、得意の政権を叩き込んでみなよ。ファッキン高原マサル、お前など技を出すまでもない、
その首、かっきってやら。悔しかったら、俺の首をかっきってみろ。打撃など、所詮は子供の喧嘩だ。私に触れれば、たちまちお前の関節を決めてやろう。力ではない。頭脳を使った関節技こそ最強なのだよ。最強とは、人を殺せるかどうかで決まるのだ。ほんと強すぎでしょ。これはチート。あー、はい、僕。いやー、ゴリ。何爆笑しとんじゃ。おのれ、踊れ。お前もやられただろうが。お兄ちゃーん。すまね。まず。アキラ。バッカ野郎。助けて、オルステッド。力さえあればオディオ化して、オディオ化してた自覚ありますわ。そんな中でのアキラの人間である一応見てね。なるほど、確かに深いこの闇を極めた混迷の令和の時代といえども、令和平成の時代でも苦しむことが多い人間がいらっしゃいますからね。オディオになっていた人間かもしれないという人間はたくさんいそうですよね、ほんとこの現代。あー、死んだ。プチカン。アルマゲドーン。あー、出たこの曲。あー、そしてここのシーンにまた戻るのね。キャンセラレイでハリケーンショット邪魔されるのはきつかったな。まあ確かにハリケーンショットはチャージ技ですもんね。いやー、このパイプオルガンの音はいつ聞いても衝撃的ですよ。アルマゲドーンでございますよ、本当に。そしてスタッフロールって感じか。いやー、ロマサガ3でも確かあったな。倒した時と全滅した時のエンディングみたいなパターン。まあでも一瞬違いがあるのかみたいな感じだったんですけど、まあでもクリアした時は破壊の後の再生がありますもんね。全滅の時はただただ破壊だけで終わりますから。サウンドテストでもハルマゲドンの曲聴けないんだよね。あ、そうなのでございますか。じゃあもう完全にこの曲を聴きたかったら、
もうこのエンディングを見るか、サウンドトラックを買うしかないですね。いやー、この破壊の中の絶望の中の悲しみ。なんかいろんな感情が混ざり合ったような曲ですよね。ちょっと癖になっちゃいそうですよ、このハルマゲドンの曲。聴ける機会が少ないからというのももちろんございますが。いやー、唯一心残りがあるとしたら、その、お客様が教えてくださった最強のモンスター、経験値がものすごくいっぱいくれるんだけど、イシュタールって敵でしたっけ？そいつが見れなかったのはちょっと心残りでございますね。最後の鐘の音がまた、そうでございますよね。終焉って感じですよね、まさに。一度見たはずのエンディングなのでございますが、ちょっともう一回見てみたくなったという気持ちもありまして見させていただきました。お付き合いくださいましてありがとうございました。お客様、イシュタール全体攻撃かつ火力連発していく、アフターオール、Everything was blown away. その後、すべては吹き飛んだ。